共通テスト得点勝負で勝つのは誰だ、パスラボの宇佐美さんですね。パスラボ VS キャストダイスですよ。42浪ジミそうで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回なんですけども、勝手に予想、共通テスト、得点勝負で勝つのは誰だっていうのをですね、勝手にやりたいと思います。はい。本人たちに聞いたわけでもないし、本人たちが実際共通テストを受験するかどうかの確認もしておりませんが、やってみようかなと思いますね。はい。まあもうサムネにね、6人ぐらい載せたと思うんですけど、彼らがですね、一体、どれぐらい共通テストでね、取るのかっていうのをね、勝手に予想して勝手に誰が勝つかっていうのをね、ちょっとね、考えていきたいかなと思いますね。誰がね、参戦するのかって言ったら、こういう風にですね。まず、まあ、もう宣言しているパスラボの宇佐美さんですね。もうパスラボの宇佐美さんはもう受験するという風に宣言してますんで、ね、今年も受験しましたし、来年も受験すると言っていますので、まあ、参戦と。そして、キャストダイス副塾長ですよね。中橋さんです。キャストダイス TV ですね。最近はもう中橋しか勝たんとかね、コメントが来るぐらいのですね、非常に人気のある中橋さん、東工大で東大の院ですよね。パスラボ VS キャストダイスですよ。そして3人目はまあちょっと文系なんですけど、たわしさん。いや、今回もね、受験されますから、もちろん東大4度目の正直。で、もう最近はね、A 判定取ってますから、いけるんじゃないか。続いて、ルシファ。受けるかは知らない。まあ、東大医学部ですから、相当なポテンシャルがあると思うんですけど、ツイッターでね、ちょこちょこ、ね、模試の受験の、なんか、目撃情報とかが上がってるんで、もしかしたら、受けるのかなと思って、勝手にレースに入れました。続いて、42浪。ジミー。42浪ジミーさんですね。東大受験。本当にしてますから。東大模試も受けてますし、共通テスト模試も受けてますし、で実際も共通テスト受けてますんで。で、はい、番外編、坂上。坂上さんはもう科目数足らないので、英語と国語だけで参戦と。英語、国語だけでも、他の人にね、買ってくれたらなっていうふうに思ってます。で続いて、竹田塾国立高校、校社長。校社長参戦。まあ、毎回共通テスト模試受けてますし、東大模試も受けてます。なんで、本番も受けますから、本番の共通テストも受けるんで、一体どうなるのか、勝てるのか。まあ、彼も東大 A 判定出してるんで。という形ですね。まあ一応東大、ルシファーが受けるかわかんないけど、たわしさん文系という形で、彼らが何点取れるのかっていうのをね、予想したいと思います。まああとね、これね、風味桜の会とかね、加わったらいいんですけど、まあ今残ってるのみんな文系でしたっけ？誰が行くのか。まあ他にもね、これ科目数が少なくても OK だったらね、ビリオジとかもね、参戦させたいんですけどね、科目わかんないんだけど、まあ、ビリオジはビリオジで、やっぱ受けた科目だけでね、戦ってもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、それぞれのね、出走馬のですね、パドックを見て、パドックっていうか、ルシファーはわからんけど。じゃあ、まずですね、パスラボの宇佐美さんの結果を見てみましょう。これですね。臨性97、国語166、英語リーディング98、一問ミスっちゃったんですね。で、リスニングがやっぱちょっと一回読みのが難しかったってね、言ってましたね。で、81点で、二日目、数 1A95、数学 2B98。やっぱり A 数強いですよね。じゃあ、倫理整形でも97取ってるからね。やっぱりそこはすごい。物理が83で、科学が96。もう科学はまあバッチリ。で、物理がちょっとっていう感じだったんですね。そう、物理、国語が 83% なんでね。物理、国語、リスニングが8割で、あとは全部9割を超えてるというですね。やっぱりバケモンです。814点。写真は叶えたけど、パンダが見切れてる。という感じなんで、やっぱり大本命じゃないですか？すごい点数を出してくれるんじゃないかなと思ってます、今回も。そして、中橋さんなんですけど、まあこの動画を出せば申し込みすんじゃないかなと思ってて、中橋さんね。あとはまあ動画撮りたいと思うので、はい、去年の結果をね、ちょっと見てみますね。英語、まあ2つ合わせて165点と。ちょっと小橋さんがね、相変わらず顔で笑いを取ろうとしてますけど、でここが145点。数学194点。あ、まあ2つ合わせですね。で、地理81。物理93。科学96と。やっぱ物価が強い。でただやっぱ、国語とかが7割とか、英語が8割だったりして、まあ文系科目ですね、が8割台、7割台だったんで、ここでスバルさんに差をつけられてしまったと。スバルさん、数学は1点負けてんのか。数学193だったからね、スバルさん。で、合計が774点と、40点差ついてますね。やっぱ文系科目勉強しないと戦えないですね。ただまあ副塾長としてのね、仕事もあるからね。まああと、宇佐美さんがやっぱね、文系科目も強いっていうのがね、ありますよね。さあ続いて、たわし
んです。最近まあ A 判定取ってちょっと調子乗ってる田橋さんなんですが、今年の結果なんですが、世界史95、日本史97、ああまあそうですね、文系なんで社会が2科目になりますね。やっぱ強い、ここが。で、国語164、英語、リーディングが77、リスニングが66。やっぱね、英語が弱いと。で、生物基礎47、地学基礎35、数 1A が47、数 2B が81ということですね。やっぱ数 1A がやっぱずっこけちゃってるって感じで、709点という形ですね。中橋さんに65点差ということなんですが、まあ最近はすごく来てますんで、まあ、今回はこんなことはないと思うんで、数 1A とかね、ないと思うんで、数学の苦手は克服してますし、英語もだんだんとできるようになってきているので、あとはね、生物基礎、地学基礎がドンと上がればいいんじゃないかなっていう感じですね。本当世界史日本史は安定してるんですよね。続いてルシファ、全く分からん、受けるのかも分からんけど、これったらなんか受けてくれるんじゃないかなと思って、ちょっと李さんのルシファ告知受からずに頑張ってるルシファ。そして42浪ジミさん、ジミさんはまあまだまだ田橋さんまでいかないですね。本番のも見てるんですけど、5割6割だったかな、その辺だったと思うんで、まあちょっとやっぱ今年はまだ厳しいかなっていうのはありますね。あ、ただジミさんの英作文添削してる動画出しますんでご期待ください。あとね、ここにビリオジどんだけね食い込んでこれるのか、まあ一応教えてる先生ですからね、ビリオジもね。で、坂上さんが2科目で戦ってどんだけいけるのかとかで、ルシファーは出るかわかんないけど、とりあえず、まあ、本命宇佐美さん。次が、たわしさんかな、ちょっと文系だけど。で、3位が、秋山校社長かな。秋山校社長は、東工大で、全教科行けるから、まあ、中橋さんにはちょっと勝ってほしいと思いますね。まあ、たわしさんにも勝つかもしんないですね。ただまあ、本当に、たわしさん応援しますからね、僕ね。で、中橋さん、ジミーさんの順になるんじゃないかな、と、勝手に予想してますが。東大を受験するたわしさんですから、たわしさん頑張ってくれっていうのをね、という感じでね、勝手に応援して勝手に参加させましたけど、ね、誰が本当に勝つんでしょうね。皆さんの予想は誰ですか。で、参考までに、飯田ですね、去年はい受かって TV で合格した飯田が文系でね805点だったわけなんですけど、化学基礎35、物理基礎46で、生物地学97、93、やっぱ強いね。国語172、英語リーディング95、英語リスニング92、強い、やっぱり英語が。で、数学、数 1A87、数 2B88 って言って、やっぱ数学もね、耐えたんですよね。という形で805だったんですけど、まあ、文系理系は違えどね、やっぱ、まあ、宇佐美さんのね、814、それを超えてますから、すごいわけですよ。今年、一体どうなるのか、楽しみです。このレース。頑張れ、たわし。たわしに全額はないか。はい、ということですね。森哲の予想は、本命が宇佐美すばるさんですね。そして、対抗、対抗馬って言いますよね。が、たわしさん。そして、タンアナって言うんでしたっけ、タンアナじゃなかったでしたっけ、が、武田塾国立高校社長の秋山さん。で、なんて言うの次。レンシタが中橋さん。で、まあ、大穴ジミさん。ルシファー出てくんのかわかんないっていう感じだと思いますね。まあ皆さんのですね、ぜひ予想も書いてみてください。はい。ルシファー出てくれるかな。はい、また競馬詳しい方ですね、こういうのね、僕わかんないって、こうですよみたいなの教えてください。はい。ぜひね、皆さんの予想コメント欄でお待ちしております。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 本当に受験する田橋さんとジミさんは頑張ってください。